はい、それでですね、200まで行きました。200キロボルト。で、だいたい 101.7 か8ぐらいのマイクロアンペアになります。で、これで十分落ち着いたら、次は、落ち着くのちょっと確認してやってきます。ちょっとなんか、いくつか触れてるんでちょっと不安定なので、いくつか心配ですね。で、ここまで来たら、次は、資料の準備に入ります。で、もしですね、うまく上がらなくて、この電流値が落ちてしまったときには、このハイボールを、これが多分オフになってると思うんですよ。ここは動かなくて。で、そしたら、これをまた80に戻して、また1から。で、ゆっくりさらに、時間をかけて上げていってください。止まったところの前ぐらいから、止まったところの約10キロボルトぐらい下のキロボルトからゆっくり上げていってください。これまでよりもで少しずつ少しずつ、この間は180から200までの2だから20キロボルト上げましたけど、それを10で5で3、2、1っていうような感じで少しずつ少しずつ上げていったりとかします。で、様子を見ながらいきます。急激に上げると、電流値がガバッと上がってしまうこともあるので、ゆっくりゆっくり、電流値が上がる前のところでゆっくりゆっくり上げながら、様子見ます。そうするとちょっとだけ電流値が上がって、その後に多分おそらくいろんなものがここら辺、ここの概念図なんですけど、図だと岩質のところの近くとか、このコラムのところのところが汚れてて、それが電圧上げた時に出てくるっていうことが考えられます。ゆっくりゆっくり上げていってください。で、ジェオロさんに来た時も、コールセンターで、お話した時もそういった話が出ることがありますね。うまく上がらないんだけどっていう時にコールセンターで聞いて、来た時にもそういう話が出るかもしれないです。ちゃんと装置を持ってるところは、管理者に聞いたり、あとはコールセンターに連絡して、ちゃんと指示を仰いでください。おそらくこういうふうになると思います、ゆっくりゆっくり上げていくですね。で、次は、資料の準備に入りたいと思いますね。じゃあ一旦ちょっと切りますね。